ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。約1ヶ月後に発表される新型の iPhone ですが、これまで新型の iPhone のモデル名が何になるかというところがいまいち不鮮明だったんですが、ここ最近になって新型の iPhone のモデル名についての情報が出てきています。まず、今回発表される iPhone は、昨年発売された iPhone X の純粋な後継モデルとなる機種、それからそれよりも一回りディスプレイサイズが大きいモデル、最後はディスプレイが液晶になった廉価版のモデル、この合計3モデルが発表されると言われています。そしてそれぞれのモデル名ですが、まず iPhone X の後継モデルとなる機種については、そのモデル名は iPhone XS になります。それからそれよりも一回りディスプレイサイズが大きいモデル、そちらについては iPhone XS Plus というモデル名になります。最後にディスプレイが液晶ディスプレイになった廉価版の iPhone については iPhone 9というモデル名になります。昨年 iPhone X が発表された際、本来ならば iPhone 8の次のモデルとなったので iPhone 9になるはずが iPhone X となったので9は9というようなダジャレも出ていたんですが、9についてはないわけではなくて、今年発表されるモデルが iPhone 9となります。モデル名に S がつくというのはこれまでもあったんですが、iPhone X については10も数字の10ではなくて X となっていますので、iPhone 3GS や iPhone SE のようなアルファベットが2つ続くモデル名となります。ということで、今回は約1ヶ月後に発表される新型の iPhone のモデル名についてご紹介しました。発表まであと少しとなりましたが、新型の iPhone について何か新しい情報がありましたら、また別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。